で、ただ僕の花咲の森ってまだいろいろいるんですよ。このこの子とかこの子はね、めーちゃんって言うんだけど、まあ、めーちゃんとか、まあ、あとはね、やばいな、マジで名前が覚えてない名前が覚えてない、やばい。牛は名前なん、センシティ牛なんで覚えてんの、逆になんで覚えてんの、僕よりもみんなの方が覚えてんの。え、じゃあセンシティ牛、そうセンシティ牛、そうセンシティ牛。じゃあ、え、この子は、え、この子なんだっけ、この絵って、この子は、この鶏、こんばんは。この鶏さ、この鶏はなんかなんとかくんとか違うの、焼き鳥くんじゃなくて鶏くん。いやー、覚え出せない。ブラックホールチキン、え、そんな名前だっけ、だったっけ、ブラックホールチキンだっけ。あ、なんか言ってたな、 BHCHCHって TT か BHT チキンだから T、 うん、もういいや、もういいや、 C か、 C だわ、 C だね、チキンはね。いやー、ブラックホールチキン、非公式、そう、ちゃんとはまとめといてください、僕覚えてないから、完全に。あとはこのゾウさん、この子ね、この子、この子はんー、ちょっとヒントが欲しいな、ヒントが欲しいな、この子なんて名前だっけな、ゾウ辻さんなんで、早くない、早くないか、ゾウ辻さん、ゾウ辻さんは裏表もないとても素敵な人ですっていうのを覚えてた気がする、ゾウ辻さん、そうそうそういやー、みんなすごいな、ゾウ辻さんか。え、この子は、この子確か名前あったっけ、このお正月、お正月にさ出てきたネズミ、目がマジで怖いやつ、この子名前あった、ミミミミそうだそうだ、ミミミミだ、あのミミミミミとかって言っちゃうと怒られるやつだ、そうそうそう、4文字のミミミミだね。いや、すご、みんななんで覚えてんの、びっくりした、僕全部の名前忘れてたわ、虚無スズメぐらいしか覚えてなかった。ちなみにですね、あのこないだまた新しい新キャラをね考えてさ、あの作ったじゃないですか、なんだっけ、サンシャイン違うな、オーシャン池サン、オーシャン佐藤だったかな、なんかなんかのイルカ、イルカのキャラがいたんだけど、そうドルフィン伊藤だ全然違うじゃん全然違うじゃん、そうドルフィン伊藤だ、ドルフィン伊藤がね、ちょっと現在行方不明になっていてですね、どこ行っちゃったんだろう、どっか行っちゃったんだよね、だからそれはね見せられないんだけど、今僕の花咲の森から姿を消し、今解放されているので、もしよかったら、あの見つけたら僕の電話番号に、電話してもらって、しのぶさんでもいいや、しのぶさんにでもいいんで、ぜひ行方不明してるんでよろしくお願いします。色がね結構水色で、おっさんの足が生えたイルカだった気がします。なのでもしおっさんの足が生えたイルカがいましたら、ぜひあのホロスターズの方に電話をしていただければとてもありがたいです。今ねすごい絶賛行方不明なんで、よろしくお願いします。皆さんの協力がないときっとわからないんで、特徴の特徴はね結構すぐ見つかりやすいと思うんで、おっさんの生えたイルカなんてね僕は見たことないんで、表のさ黒い縁というのかな、そこの部分がさちょっと白いのが出てたんだよ、その透過するためにさ僕洗い透過しててさ、でそれをね削